はい、今回は今ビショップランカー1位の方が現在使っている世界最強のアミュレットビショップというものをご紹介していきたいなと思います。この構築はツイッターでかなりね話題になっていた構築なんやけども、なんと驚異の999連勝をね達成したということで、シャドバ史上最高の連勝記録をねギネス記録したとともに、さらに興味深いのが連勝数においてカンストするというね前代未聞の出来事をね起こしてしまったのがこのビショップの構築ということで、ビショップの構築の中で一番強いねデッキの構築でもあり、一番ね勝率も高く一番勝てる構築として今話題になっていると。でもっと興味深いことが判明していて、神壇最下を超えし者が発売されて以来一回もね一度たりとも負けたことがないということで、勝率 100% を叩き出してるっていうのもまあ、かなり興味深いね数字なのかなと思います。ということで、早速今回はこの最強のビショップの構築を使って、ランクマッチの方をねやっていきたいなと思います。勝ちました。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。で今日はですね、このゴッドオブカースを採用する構築の最終形態ということで、今このアミュレットビショップっていうのがね、今環境でめちゃくちゃ流行ってるんやけど、このゴッドオブカースを採用する構築のね、最終プランっていうものが、今ね、できてしまってるんよね。で、今めちゃくちゃ強いです。で、ゴッドオブカースは、アミュレットをプレイするたびに、自分のこのカウントダウンを進めることができるよね。なので、このカウントダウン10っていうね、ビショップ特有の、このコストがね、カウントが大きい数字っていうものを、まあ、ナタラの体重とか、まあ、いろんなこう、アミュレットカードを駆使しながら、どんどん下げていくと。まあね、序盤から、グホホ序盤からね、これやっぱゴッドブカース2枚はだいぶ強いからね。で、序盤からこのゴッドブカースを召喚する利点としては、やっぱりその66のね、威圧というものを相手に押し付けつつ、まあ進化することによって相手の体力の上限値を、序盤からね、削り取っていくと。こんな歌詞でまあ、相手これ、よく見るアグロ構築やね。まあ、アグロ構築もね、やっぱすごい強いんやけども、まあ、やっぱビショップのカードのこれやっぱ浄化の鉄槌。自分がアミュレットをプレイするたび、まあ、この2文字やね。わかりますか？自分がアミュレットをプレイするたびに、この効果を発動するカードっていうのが、非常にビショップが多いから、そこの利点をしっかりと、稼ぐことができるっていうのが、やっぱビショップ強いとこやからね。じゃあ、まずは、モスコの実いこうか。まあ、モスコの実を打つことによって、このムニャーロをね、手札に加えるんやけども、アミュレットをプレイしたので、ここで浄化の鉄槌が相手のホラーに刺さると。でね、これね、スカルドリーマーを、消滅させたいとこではあるんやけども、浄化の鉄槌を3に打ちます。特にね、こういうさ、恨みの語り部っていうカードは、まあ、特殊召喚されるカードだよ。要はリアニメイトでね、リアニメイト3で召喚されるから、ここはしっかりと邪魔なカードを排除する。そこをしっかり意識でいくよ。小賢しだ。いやあ、まあアミュレットを稼ぎながら、そしてねムニャールもすごいこう盤面処理が強くて、アミュレットをプレイするごとにね相手のフォロワーにダメージとか、ドローができたり、相手の顔面に詰めることができるっていうすごい優秀なカードなのね。なんかこう優秀なカードをしっかりと活かしながら戦っていくっていうのが今期のビショップの、構築の目玉であると。で、今までこのね、ビショップのアミュレットビショップっていうのは、ね、ヤラントゥーっていうカードが入って、こざこざかしいやまあ、相手のね、動きは見えてる。まあ、リアニメイト3の効果によって、恨みの語り部を召喚して、顔面にダメージを与える。いや、これ、まあ、相手かなり動きしてるよ。1ターン目から、フォロワーカードを展開して、ね、2ターン目しっかり召喚。で、3ターン目、恨みの語り部。かなりこう、理想系のムーブ、しかも先行取ってるけどね。にゃっなんやけど、今回私が使う構築は、最強の構築なんで、全くもって無意味だということを教えていきたいね。で、このパニッシュメントスナイパーもね、超やばいからね。まあ、ナテナの退場を置きながら、パニッシュメントスナイパー行こう。いや、このね、パニッシュメントスナイパーが、やっぱいかなる環境においてもすごい強い。相手のカードを消滅させながら、まあ、4-5の死後を立てることができると。まあ、このカードはね、まあ、高校4ターン目にして、3枚ね、処理する。要は1枚のカードでですよ。
3面処理できるっていうのは、なかなかね、やっぱなかなかないコストパフォーマンスやからね。さあ、ナタナの退治を置くだけでブレッシュウェット。こんな感じだ。いやで、まあ、このゴッドブカーサーは66で生まれるんで、相手は破壊しないといけないよね。で、破壊すると自分のターン開始時に06の進化のカードとして生まれるから、ゴッドブカーサーはもう出すだけで勝ちない。まあ今序盤からかなり強い動きして、まあ、ここもゴッドブカーソーを召喚しちゃっていいと思うんで、でね、この冥光の翼人も、まあ、進化権が多ければ回復するって荷物じゃねえけど、このターン相手が回復してこなかったっていうのはちょっと小賢しいね。まあ、なんかなってなら最初行こうか。まあ、このターンにね、ゴッドブカーソーを召喚して、一気に体力の上限値を吸い取っていく。まあ、それも悪くなさそうやね。にひはははは小賢しいなで、今回、瀬戸とか、それから、ゴコスノのね、ルナールのね、カードとか、結構、火薬のカードがすごいたくさん入ってるっていうのも、かなりね、ポイントなよね。まあ、ムニャールはね、終盤使いそうやし、まあ、ここはね、しっかり冥光の翼人を置きながら、まあ、終了していこうか。まあ、アミレットを2枚置くことができれば、ゴッドブカース2枚出しちゃいけるんやけど、それはちょっと見えつなさそうなんで、冥光の翼人を呪わして、ゴッドブカースの強み使っていこうか。ゴッドブカースは進化した時に、まあ、06っていうスタッツでね、変換されてしまうと。まあ、珍しいカードよね。66のカードが攻撃力0になってしまう。進化したのも弱くなるじゃんって感じないけども、自分のターン終了時、相手のリーダーの体力を、最大値をマイナス4するという2文字。でこれなんですよね。まあ、やっぱね、その、アミレットで召喚して、その、特大のね、火力を出せるカードをね、アミレットが割れた時に召喚するっていうのが、やっぱこのビショップのね、やっぱ一番のお箱やから。こんな証だまあ、お互い進化権は1なんで、冥光の翼人によって火薬の効果はないんやけども、まあ確かにね、この、なんやろ、この、86のこの4コスト、4コストの暗がりの悪霊を召喚することによって、特段の失踪ダメージっていうものはね、叩き込むことができたんやけど、今回ね、この瀬戸っていうカードが入ってるんよ。で、この瀬戸っていうカードが、超小賢しいからね。じゃあまずは瀬戸行こうか。瀬戸は回復することができる優秀なカードやからね。まあ、浄化の鉄もいいね。で、ムニャールが、一応このターンにね、3つ能力を発動してるんで、5つ持ってるから、まあ、ドロープラス、にゃまあ、こんな感じでね、ゴッドブカースを出すだけで相手は何もできなくなるっていうのが、このデッキの強みであると。勝ちました！さあ、マッチングしました！で、対戦よろしくお願いします。さあ、2戦目にやっていきたいなと思うんですけども、やっぱりね、この序盤に、このゴッドブカースを引けるかどうかっていうのがかなり重要だと思っていて、で、まあさっきね、ネクロマンサー対戦したんやけども、やっぱ先行のね、アグロネクロにでもしっかり耐久することができたんよ。で、まあラスワネクロだろうが、アグロネクロだろうが、最強の構築に勝つっていう2文字は、ありえないんですよ。わかりますか？まずはモスコ行こうか。でね、やっぱにモスコに置くことによって、このムニャーロを確定サーチする。で、ムニャーロを確定サーチすることによって、アミレットを置くことによるメリットが2倍になるんですよ。わかりますか？ムニャールは、アミレットをね、プレイするたび、アミレットを出すために、効果発動していくカードやから、このムニャールをしっかりと意識することができるか。これがやっぱ重要なんよね。序盤にムニャールを展開できる。これかなり優秀。ダーティ、このね、ダーティープリーストもかなり優秀ね。もう、アミレット3連打いきます。ダハハハ相手のね、フォロワーカードを消滅させるっていう2文字を持ってるんやけど、アミレットのカウントダウン、ゴッドブカースのね、カウントを3つ下げつつ、相手のフォロワーカードを次のターンに消滅させると。つまり、こういうラストワネクロみたいなさ、要はラストワードのカウントダウンをね、ラストワードってのは破壊された時に効果を発揮するカードやから、このラストワードの枚数を稼がなくさせるために、しっかりと種をね、紡いでおくっていうのがすごいポイントなんよ。まあ、まずはムニャール行こうか。まあ、やっぱムニャールがすごい優秀なカードで、序盤からやっぱドローとか、相手のね、カードを破壊するとか、すごいこう優秀で、うおはははは !2 面、1コストで2面勝利は受けるな受けるガまあ、ゴッドブカースをここは召喚したいので、ナテナの退治を使いながら、しっかりゴッドブカースのね、布石というものを見ていこうか。小賢しいな
かも、浄化の鉄のコストも下がって、これ勝つんですよね。で、次のターンにゴッドブックアースが生まれつつ、ダーティープリーストの効果によって、相手のフォロワーカードをね、二面処理することで、まあ、処理だけではなくね、消滅やから、ああ、破壊をね、上回るのが、小賢しな。まあ相手もね、多分そのラストワードの枚数を10枚稼ぐっていうのが、やっぱ一番最速でやりたいことなんだけど、それをやっぱさせない動きをすることができる。これがやっぱビショップの強みやね。あ、だからここでフォロワーカードを置くっていうの、小賢しな。まあでも、このね、ソウルガイドに関してはラストワードのカードや、ここでもしっかりケアしてきたのは賢いね。なんか盤面が全ていなくなるっていうのが私にとってのですね、すごいこれやり方のね、一番やりたかったことで、処理全部されるとゴッドブカースの弱いところっていうのは、その盤面に干渉ができないよ、そのターン。だからしっかりゴッドブカースがね、召喚された時に相手の盤面が空になってるっていうのがかなりやっぱ優秀な能力になってくるから、そこを意識できるっていうのはかなり強いかね。まあここはしか冥光の翼人を、出しながら行こう。まあゴッドブカースは次のターン出せるから、冥光の翼人をじゅわしてへっは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 っまあ、ルナールプリーストもしっかり使いながら、火薬のソース見ていこうか。これで、アミュレットをね、2枚プレイしたので、浄化の鉄の効果によって、次のターン、ゼロコストで、相手のフォロワーカードを消滅させながら、ゴッドブカースを進化する。6コスト使って、進化使って、これがすごい優秀よ。毎ターン、マイナス8よ。あるはずだ。まあ、一生懸命頑張ってるけども、まあ、何の意味もない。まあ、ラスワネクロって、ゴッドブカースの餌食なよね。ネクロ自体がね、昔からその因縁というかね、やっぱビショップのやっぱその、まあ、カモみたいなクラスなんよ。やっぱ消滅させるっていう2文字がやっぱね、ガッハまあ、ここがゴッドブカース行こうか。まあ、先ほどのアミュレットしか貯めてるんで、浄化の鉄の効果によって、相手のカードを破壊しながら、ゴッドブカース進化使っていこうか。まあね、やっぱこの、まあ、進化した時に、まあ、06になるとはいえ、相手の上限値を毎ターンマイナス。ねえ、これもう、このターンで勝負決まってるんよ。要は、相手は、このカードを破壊しなければ負けるんやけど、ネクロに、その、ランダム除去のカードってないよね。だから、この時点で、負けが確定すると。まあ、オミナスタイランドがワンチャンあったかなって感じだね。勝ちました。さあ、マッチングしました。対戦よろしくお願い。だこれ私のね、これ持論なんですけど、まあ、やっぱりね、このアミュレットビショップっていうのは、全力マリが、要は、このゴッドブカースを序盤にね、展開するっていうのが、この構築のやっぱミソやから、ゴッドブカースが引けないんやったら、全部マリガンしちゃうっていうのが、まあ、結構私は強いんじゃないかなと思うんですよね。で、あえてこれ、狂乱バンパイアね。で、狂乱ワンパイアに関しては、今の環境において、めちゃくちゃ今流行っていて、一番強いという構築のね、元の。で、マーロンがね、今回強くて、こういう序盤の横展開ね、やっぱり、アミュレットを置くっていうのは、まあ一つのリスクというかね、やっぱ序盤こう押されてしまうっていう、まあリスクがあるんやけど、そこのリスクを、まあリスクヘッジできるっていうのが、この構築の強いところやな。いややっぱこの狂乱バンプって、まあ、例えば4ダメージ最速狂乱して、それから煉獄のダークナイト召喚とか、結構よく見るこう、まあ、動きじゃないですか。そういう動きも、マーロンを召喚するだけで全てがチャラになるんよね。はっ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 まあ、マーロンを召喚することによって、しっかりね、ここを抑えていこうか。このマーロンっていうカードがね、非常にやっぱ優秀やね。ああ、これね、アミュレットは関係なくて、相手のフォロワーの数、要はフォロワーに対してのね、効果なんで、アミュレットはカウントしないっていうのが、この構築のね、やっぱ面白いとか、マーロンの強いとかね。しかも、22のカードなんで、まあ、序盤のこのね、相手のフォロワーカードも、まあ、相打ちさせるという相互互換を、しっかりと発動させていくと。おさかしなぁ。これは、煉獄の負け。
まあやっぱ本来のプランであればもう一気に横展開して処理できないっていう面を作るっていうのが相手の動きのやっぱ強い動きなんやけど、やっぱこのマーロンっていう方が入ってる限り、私にこのダメージを与えるね盤面で押し勝つっていうことがやっぱなかなか厳しくさせるっていうのが、まあ、この構築の強いところやね。まあマーロンもう一枚いこうか。まあ44がまあ取れなかったとしても相打ちで取れるから、しっかりと面を処理するっていうのがすごい重要やからね。いいね。まあ、マーロン相打ちに関しては、まあ、次のターンでもユリア作ると思うんで、まあ、しっかりここ相打ちしておこうか。まあ、マーロン相打ちはちょっとあまり嬉しくはないけども、まあ、しっかり面を取るっていうのがすごい重要やからね。ここ、アヤナの残骸置いていこうか。でも、何気にね、しっかりとカウントダウンをしっかり貯めていく。1ターンに1でもカウントダウン進めるっていうのが、このね、ゴッドブカースをうまく利用するために、かなりやっぱ重要になってくるからね。ここに。いいね。浄化の鉄槌も生きてくれるのありがたい。浄化の鉄槌はやっぱこのゴッドブカーストの相性が良くて、アミュレットをプレイするためにカウントが下がっていくからね。こういうカードを序盤に引けるっていうのはかなり優秀な効果やからね。まあ、ムニャーロをね、手札に加えたいとこではあるんやけど、ここちょっと難しいとこであるね。44のカードをどういう風に処理するかっていうのはすごいポイントなんやけど、まあ、ここはちょっと無視でいこうか。ああ、別に44くらってもう、まあ、回復のカードはたくさんあるから、モスコの実とかをね、しっかり使いながら、ムニャーロをしっかり手札に加えていこうか。ああ、ひそかな代行者もしっかり使いながら、まあ、セトレしっかり回復していこうか。やっぱね、この回復のカードがたくさん入ってるっていうのが、かなりこの構築のポイントであると思っていて、まあ、序盤のこの相手のまあ、横展開に関してはマーロンを抑えたりし、まあ、回復が搭載されてるから、ダメージを受けたとしても、別に回復してしまえば問題ないよ。ああ。で、相手は焦って、ダークナイ、あ、まあ、ここはしっかりナテナの退場を置きながら、ゴッドブカースを召喚していこうか。まあ、ムニャールもね、やっぱりこう、カウントが溜まっていく、この強みがやっぱいいよね。あ、で、しかも、次のターンね、密かの代行者の効果によって破壊効果もあるから、まあ、例えば大悪鬼とか出たとしても、しっかり破壊をね、することで、まあ、ここもしっかりね、捉えていきたいね。まあ、しっかりと、ここはどんどんね、回していきたいので、まあ、浄化の鉄もしっかり回していきたいから、ここはしっかりと、じゃ代行者を、じゅわしてああ、これ浄化の鉄槌がゼロコストになったから、しっかり消滅効果で相手のカードを破壊しながら、まあ、ムニャーロをもう一枚加えておこうか。このムニャーロがすごい重要なカードを持ってるからね。さあ、リピエモードでこのね、1コスト溜まったところをちょっぴりと回復しながら、ゴッドブカース進化していこうか。いいね。まあ、進化することによって、まあ、66のカードが06というね、スタッツが下がるんやけども、相手の体力の上限値を下げていく。やっぱこれ上限値を下げるっていうのが、ものすごくやっぱ強いからね。しかも、ヴァンパイアって、貴様の意志を。ああ、まあ、ユリアス1枚では、この盤面をね、通せません。ユリアスは、まあ、ランダムな除去を1枚持ってるんやけど、それは3点のダメージやなよね。だから、3点のダメージでは、このゴッドブカーサに触れることはできないと。要は、破壊されなければ次のターンまたマイナス上限されてしまうからね。ああ、まあ、一つの、まあ、破壊手段としては、このターンユリアスのね、ランダム3点ダメージを与えて、次のターンもう1枚ユリアスを展開して、テラーナイトの効果によって破壊していく。それがまあ一つの破壊手段にはなりそうやね。だが、このね、密かな、恥ずかしいなぁ。まあでも、ゴッドブカースを破壊したのは褒めてやりたいね。まあ、ゴッドブカースって結構ヴァンパイア破壊するの厳しいから、そこでしっかり破壊してきたっていうのは、まあかなりね、あえて優秀な動きやね。にまあ、ここはアミュレットを回しながら、まあ、ゴッドブカース見ていこうか。まあ、ムニャロを展開することによって1枚ドローで見えるんやけど、まあ、ここはナテラまずいこうか。まずは1枚ナテラがいこう。ゴッドブカース今神ですかね。いやうわぁ。まあ、とりあえず、ムニャールがいるから、まあ、難しいとこはできるけどね。まあ、ここはでもナテラで回していこうか。とりあえずこのアミュレットを回すっていう作業がかなりやっぱり優秀やと思うから、まあ、アミュレットを回すことによって、まあ、3コストのね、この、3コストの、相手の消滅させるカード、まあ、ナーフされた方ね、あれをしっかり使って打点詰めれるから、まあ、アミュレットを回すっていうのは、まあ、無意味な行動ではないよね。ここでね。にゃっ
ごほほほ !X はごほほほいいね。まあ、アミュレットを回せば回すほどね、やっぱこの構築が強くなってるから、アミュレットをとにかく回していくっていうのが、まあ、すごいポイントやと思うよね。まあ、ここはじゃあしっかりと、まあ、ムニャラでも1枚召喚してもいいかもしれないけどね、ただ、10番その詰めるにあたってかなり優秀なカードやから、まあ、モスコプラスじゃダーティーにしておこうか。いいね。これ見てもらったらわかる通り、無敵なんよ。これだ、どうやって詰めるって感じじゃないですか、相手。ああ。で、フォロワーカードも召喚されてないから、その、相手のね、7コストの、まあ、よく最近入っている、ゼノディアドロスとか、まあ、そういうカードで私を押すことすらできないと。まあ、このね、ダークオーダーっていうカードはドローできる最強のカードであるけども、にゃっはまあ、ヴァンパイアってね、やっぱ一つのその、まあ一つその弱点があるっていうのもあるならば、その、なんやろ、その、1ターンに、その10点以上のダメージかな、こう、特大打点を与えるっていうのがかなり厳しいっていうのが、まああるんよね。まあ、確かにゴッドオブカースじゃ行かしまろうか。で、ゴッドオブカースでしっかり削りながら、このムニャールの軍勢プラス、パニッシュメントスナイパー行こうか。で、アミュレットオリが回していこう。いやいいね。まあ、やっぱりこの上限値が下がることによってパニッシュメント、パニッシュメントスナイパーを2枚目引きに行きたいっていうのも、まあ、ちょっと見ていきたいところであるよね。まあ、相手の体力の上限値さえ下げてしまえば、ムニャーノの軍勢プラス、パニッシュメントスナイパーで終わりのミラーを迎えるから、そこのリーサルをしっかりと見ていく。あ、6コストあればパニッシュメントスナイパーね、2枚あれば、12点ダメージ入るからね。だからパニッシュメントスナイパー次のターン引けば、もう勝ちなんですよ。ほほはははわかりますか？鉄球の方が。まあ、ここは、でも次のターン、パニッシュメントスナイパー6入って、で、ムニャールがね、もうこれ9つ溜まっちゃってるんよね。だから3点のダメージを与えることができると。で、もう1枚目のムニャールも9個溜まってるから、これで6入ると。つまりですよ、パニッシュメントスナイパーの7点プラス、わかりますか？まあ、こういうリーサル手段が取れるっていうのが、まあこの、まあアミュレットビショップ強いとかね。だからアミュレットを回すことによって、まあ火力が上がっていく。いや、すごいよね、これ。たった5コストで、まあ12点を超えるダメージを簡単に出すことができる。これが、今のアミュレットビショップの答えです。めちゃくちゃ強いでしょ？